どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。はい、ということでまた法政大学、はい、今回は呼び出されてはないんですけど、僕の方からお願いをして田中先生のところに、お邪魔させていただきました。ようこそ法政大学。はい、ありがとうございます。2回目ですね、2回目で今日はですね、はい、今は大学1、2年生向けに、うん、今日は就職活動って具体的に何からすればいいのかっていうことについて、はい、お聞きしたいなって迷うよね。はい、思ってまして、はい、僕自身今大学3年なんですけど、はい、就職活動を始めたのは3年の、まあ、休学して今学年としては4年の大学ですけど、うんうん、3年の夏からしか就活を意識し始めなかったんですよね、うんうん、ただもっと早くからやっておけばよかったってめちゃくちゃ自分自身も思ってて、思う、ね、ただ具体的に何からすればよかったんだろうっていうのはいまいちわからないので、はい、今日田中先生にお聞きできたらいいなっていうふうに。わかりました、全部教えちゃおう。あ、ありがとうございます。全部教えちゃいます。全部教えてくれるんですか。まずこれみんなが読んでるの、教科書入学します。はい。おめでとうじゃん。これおめでとう、パチ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 。大学生になりましたでね。はい。しゅんくんには2つの道があります。はい。これがですね、一括採用の道と、はい。ちょっと後で説明ですね。はい。もう一つの道は、これが通年採用の道って。道はですね、2つしかないんですよ。はい。分かりやすくない？道はどっちかです。で、どっちを選びますかって話なんですよ。はい。で、例えば一括採用っていうのはどういうことかというと、はい、しゅんくんがやってきたようなケース、はい、だからしゅんくんっていつから始めたんですか？大学3年夏です。3年夏、まあ遅くないよね、はい、遅くない。3年夏何やりました？3年夏、サマーインターンに。サマーインターン、夏のインターンでね、何社ぐらい？5社ぐらい。5社でしょ。はい。でその後何になりますか？その後就活 YouTuber に切り替えて。あ、そうかそうか。旬君はちょっとそこはユニークだよね、はい、でこの一括採用モデルと通年採用モデルの2つをいくんだけど、はい、どうやら世の中的には今なんかこっちが主流になってるんですよ、ポイントが。で通常一括採用だと、まあこれ旬君早めなんだけど、はい、簡単に言うと1年生から3年生まで何もしてないんですよ、はい、みんな何もしてないここ。だから答えは何もしない。なるほど。でもまあ確かにそうですよね。そうだって大学忙しいじゃん、はい、花のさキャンパスライフでアルバイトで、はい、アルバイト、あと何やる？アルバイト、サークル、サークル、まあ、あと課外活動とか、課外活動、なんか なんだろうな、あと遊びっていうかさ、遊びいろいろあるじゃん、はい、やりたいのたくさんあるじゃないですか。これやるといけないですよ、大学で、はい、だからその後にこっから就活入ってていいっていう。ただ、はい、これ結構やばいやばいというか、はい、ま、苦しんでるのはここ結構ミスマッチが起きると。どういうことかっていうと、はい、ここ内定取りゲームになるんですよ。まあ本当そうですよね。内定取りゲーム、今でもみんなそうですよね。そうだから、ここに行ったみんなは、はい、はい、出てきました。わざわざ準備していただいて、持ち上げてます。1年生から3年生まで大学生をしていました。はい、大学になってからずっとね、一括採用型は。はい、それで、まあ、就活について言うならば、何もしないですよ、特に、はい。それでもいいんです。それでも3年過ぎていく。で、その間、中身でアルバイトとか、あと遊びとかあるじゃない、いろいろ。はい、そしたら、まあ、就活がわっと始まって、用意ドンでスタートするわけですよ、ここ。用意ドンで。で、3年の、まあ、いわゆる4年になる春ぐらいから、はい、4年の6月とか7月ぐらいまでの間に、集中的にみんな用意ドンでレースするわけ、はい。で、どっかに決まっていくわけ。それで就職すると、3年で3割辞めるから。してる？これ、本当深刻な問題。3年以内に3割の人が辞めるってことですか？つまり、3年で100人就職したら何人辞めますか？30人辞めるんですよ。なるほど。辞める、おかしくない？これおかしい。でこれじゃちょっとおかしいよねってことで、はい、こっちが今注目してほしいですよ、みんなに、はい、でこのいわゆる通年採用モデルの時はどういうことかって言ったら、今年の3月からですよね。そう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 。あ、今年来年か。そう、1、2年生の間から、はい、早めにインターン、まあ、どうかなってこと。
で、インターン2つあって、はい、ちょっとハードル高いのが長期だけど、はい、短期、長期。分かりやすい。分かりやすい。分かりやすい。で、最初にみんな1年生のみんなは、こっち行こうよってことなんですよ。で、これはすごいおすすめで、まあ、どうして短期なんですか？短期ってさ、はい、簡単に言うと、負担が少ない。まあ確かに1日とか半日とか、そうそう、半日さ、3日とかさ、はい、ぐらいなんですよ。これだったらまあ見学です、社会見学、はい、で見学悪くないから見学しましょうよみたいな。でこれ慣れてきたら、慣れてきたら長期行きましょうみたいな。なるほど。まあ、これが、まあ、まあ中期も入れてるんですけど、まあ、長期といえば例えば5日間以上でね、はい、っていうのがある。だからもちろん大学生だから大学の授業をちゃんと丁寧に受けてもらって、でも気になるじゃん、はい、なんかこれだけ就活がなんか苦労してるよとか先輩とかの話聞くから気になるから、はい、まあ、通年採用モデルが始まるんだとしたら、こっちよりもスタートラインを前倒すよって言ったのね。でその時にいきなり長期だとなんかいきなりさ、なんか仕事場に行くと緊張するじゃん、はい、だから短期でまず慣れましょうよ、慣れちゃおうよって。なるほど。そうそうそう。これをね、1年で慣れる。僕ここにいたら黒板見えなくなるので、たぶん座りますね。迷惑になっちゃう。で、なんかここまで質問ありますか？そこのミスマッチの原因っていうのは、はいはい、結局はその超早いうちから企業とかの関わりがなかったっていうことですかね？そうです。なるほど。で、決定的にこれが起きちゃうっていうのを分析しました。10年間で5000人の大学生を分析してた結果、はい、答えが出まして、今シェフが言ってくれた通り、こっち側言ってる子って大学生のまま就活始めるんですよ。まあ確かに、ちょっと変なこと言いますけど、まだね、大学生のままなんですよ。もっと言うとなんか高校生のままっていうか、うん、だからどういうことかって言ったら受け身のままなんですよ。なるほど。受け身の学びの人が一括されるスタートになる。だからもちろん大学生だからさ、ここ入って大学生いいですよ、社会的身分としては大学生だから別にそんな変化することないんだけど、はい、いざ行くとこっからですね、一社内定決められないから何にも知らないの。ノー練習試合。いや本当に、いや本当そうなんですよ。そう、ノー練習試合ゼロだって、練習試合一回もしないんだよ。それでさ、じゃあ彼女見つけられますか、しゅんくんって話なんですよ。企業ってことですよね。しゅんくんが色々苦労してるみたいで。はい。え、だって、そんな一番自分に合う人ってさ、わかんないじゃん。そうですね。だから、なんか不安に思う人は全くなくて、練習試合してないままいきなり一社を選ぶっていうのは、誰にとっても難しいこと。うん。でも、いざここがね、走り出すんですよ、用意ドンでレースが、はい、そしたらバーってみんなやり出すから、リクルートスーツ着てみんなやり出すから、そうすると早くどこかに内定しないと不安になる。もう決定的に、いや本当そうですね、不安になる。はい、あの人も付き合ってるのにシュン君だけ彼女がいないんで。そうなんですよ。で就活生同士で内定マウントって言って、俺内定何社みたいな感じでマウントを取り合うっていう風潮もありますよね。ですよね。でまあいいよ、内定したんだから。で、卒業するじゃん、ここで。はい。そしたらさ、何が起きたかっていうと、追跡していくと、3年でサロン辞めちゃうってさ、はい。やっぱおかしいじゃん。おかしいですね。それでまたここからやり出すわけですよ。まあ、いわゆる第二新卒みたいな感じなんだけど、はい。また、就活というか、転職活動するね、ここで。確かに。しかもその3年で3割っていうのは辞めてる人数で、実際こんなはずじゃなかったって思いながら働いてる人はもっといっぱいいると思うんですよね。もっとです。もっと。だから我々はちょっとその対策をしなきゃいけないよねってことで言うならば、はい、大学生から何になったらいいですかね。大学生から社会人になればいいと思います。そう、そうそうそう、するとおり。大学生から社会人、まあ実際さ、ここ見えるかな、ちょっと見えない、まあいいでしょう。まあ社会人っていうとちょっと恐れ多いから、プレ社会人みたいな、はい、うん、だから社会人のような人に変身しなきゃいけない、みんな。うん、必要なのは変身。だから見た目このままだけど大学で授業は受けるじゃん、はい、単位取ってるじゃん、ママ友は。だけど中身を変えなきゃいけないんですよ。なるほど。でこれ大学の
あのどの授業も教えてません。これだけ教えてください。これだけ、これだけ教えてください。本当だ。なぜならば大学っていうのは何するところですか。大学は、研究をするところ。そうですそうです。最高学部だから、はい、大学っていうのはみんながこう今まで一生懸命勉強してきたじゃん、はい、各大学に入るじゃん。それは誰も入るね、はい、入ったら大学生最高学部学びの最高機関で研究してくださいよって聞かれます、うん、だけど研究してじゃあ研究者になる、例えば大学院生になるとか、はい、民間のシンクタンク系で研究者と就職する人は、はい、100人中もう 2,3% しかいない、うん、いや本当そうです。 10% も絶対いない。ということはどういうことだったら大学に入っている間に今度出た時は違うことをしなきゃいけないですね。それがまあ社会人として働くことだから、はい、ということは変身しなきゃいけないですよ。確かに変身せよってことです大学生からプレ社会人になりましょう。なるほど。それが早ければ早いほどいいっていうことですね。早ければ早いほど絶対いい。ただ注意があって、はい、変身しすぎる人がいるんですよ。なるほど。いるんですよ。わかる。これがねやばいと思って。ちょっとやばいんですかそれ。このモデルの弱点は変身しすぎる子がいる。例えば、はい、インターンに行きます、はい、1年生の違う。そうするといい社長に会ってもうプログラミングがガーッと書き始める、はい、で自分のプロダクトができたりしてチームで、それでアプリ開発なんかして、あるいはデザインみたいな、いろんなところやってるんでね。そしたらですね、何が起きるかというと、大学のスピード感が遅すぎて、はい、大学来なくなっちゃう。いや。つまんなくなっちゃう。はい、それは危険。なぜならば、せっかくだからですね、この大学に入ったら、何、大学に来る意味って研究することなんだけど、はい、卒業は何が生まれるか知ってます？卒業まで猶予期間。猶予期間。卒業したら何もらえるか知ってます？博士課程じゃないし、なんか学士みたいな。そうなの。さすが主婦、すごい。学士号をもらえるんですよ。はい。だからみんななんで大学行くんですかって言ったら、はい、学士号をもらうんですよ、うん。これすごい大事な意味があって、はい、どういうことかというと、これないとその先例えば博士修士課程とか海外の大学に行きたいとか思うじゃん、みんな働いて。はい。時に学士号なんて行けないんですよ。うーん。まあ。あの高校卒業となっちゃうから、はい、高校卒業から大学で卒業しなかったら、はい、これ学士号もらえないから社会人大学院も行けないんですよ。へえ、あ、そういうことなんですね。行けない。だからどこの大学でもいいですよ。でもいわゆる文科省が認定する124単位とか4年間で取って、はい、まあ、5年間で見てる学士号をもらうってことが大学の価値。なるほど。だからあのみんながさ大卒って言うじゃん、はい、高卒大卒っていうじゃん。その大卒の意味は学士号保有者ってことなんですよ、うん、でだけど企業にやんなきゃいけなくて学士号を取りながら出るときは違うゲームにビジネスの方に行かなきゃいけないから、この学びを進めながらこっちのプレ社会人になってる。確かに。いや刺さる。そう、僕まさにその大学がつまらなくなっちゃって、ええ、あまり、まあ、石川県にあるってこともあって、うん、行かなくなりがちだったんですけど、ちょっと卒業はちゃんとしようと思いました今。でしょ、はい、しなきゃダメ。プロ社会人になってたな、うん、大学生なんだからプレ社会人一歩手前っていうスタンスは絶対忘れちゃいけなくて、上にも感謝しながら、はい、いや、じゃあ必ず出てください。確かに、うん、だってそのビジネスをまた学ぼうって思った時に大学院、働きながら大学院行く方も結構多いじゃないですか、はい、ビジネススクールとか、はい、そういった時に大学卒業してないといけないっていうことですよね。うん、なるほど。いけません。で、必ず学士号は取ってください。なぜなら大学院の資格っていう時に学士号保有者みたいなの書いてあるんですから。なるほど。それ持ってるんだ。まあ細かく言うとそれに似たような経験を持ってる人は特別で受けれるとか、そういうこともあるけど、はい、基本的にはこの学習法ないとダメです。まあ運転免許みたいなもんです。なるほど。はい。ないとダメなんですね。そう。いやー、質問なんですっけ今回の今の。あ、今回の質問は、はい、何でしたっけ。なんと。動画のテーマは、就活生大学 1,2 年生がまず何をすればいいのかっていう、はい、何から始めればいいのかっていうところ。で、だとするならば、はい、1か2の2択です。ね、2択なんですよ。1か2の2択。はい、1整理すると、はい、1大学生になりましたおめでとう、だだだだだだだ、1の人は大学生のまま2年生3年生になって練習試合も済まずに、はい、まあ就活を迎えちゃう人です。うん。もう一つの道は大学生になったら
学習法は必ず取るんだよという方向性は一緒なんだけど、1とね、はい、でもその間に内側の変化は起こすと、つまり変身していく、大学生からプレ社会人に変身していく、うん、でこの変身する方法があるんですよ、はい、教えてほしいです。教えてほしいでしょ。教えてほしいです。自分で変身って言っても変身できないです、はい、誰もできない。変身するためには環境を変えるということです。なるほど。だから環境を変える方法は、はい、ここ映りますか。ちょっとここ、あ、映します。はい、はい、黒板のアングル変えます。はい、変身の方法、ね、変身の方法、まあ、あと次のアングルまた消せばいい。変身の方法1、なんて分かりやすい講義なんだ。環境を変えます。つまり、あ、少々お待ちください、はい、カメラをそっちに持ってきます。はい、変身の方法いくよ。はい、大学生からプレ社会人になるための変身の方法は3つしかなくて、はい、環境を変える。じゃあ環境を変えるって具体的に何ですか。インターンに行くとか、社会人が周りにいる環境に行くとか。そうです。簡単に言うと、この教室じゃないところに行けばいい。高校で教室ありました、大学に教室ありました、でずっと大学の授業を受けて教室受けますよね、はい、そのまんま社会に出た時に環境変わってないんです。もちろんアルバイトとかサークルとか言ってるけど、環境を変える。できるだけ、できるだけこの環境っていうのは、いわゆるビジネスフィールド。なるほど、うん、これは短期でまず1日で行ってみようよ。なるほど。1日行って慣れたら2日行けるから、3日行けるからってことをしましょう。確かに。2、ですね、社会人の知り合いを増やす。もうこれに限る。いや確かにな、大人慣れした者勝ちみたいなところありますよね、はい、就活って。増やす。大学の先生も一応社会人だけど、はい、大学の先生は、まあ、例えばみんなといつも会えるんで、だんだんこう慣れてるんであんまり参考になりません、うんうん、しかも大学の、教員だから、はい、ビジネスフィールドにいるわけじゃないから、あんまり参考になりません、はい、だからカウントしない、うん、親社会人でね、まあ、働いてるよ、はい、でもあんまり参考にならない。なぜか、何だと思います。親とみんな、メリットデメリットで、あんまりメリットデメリットを度外視した関係かなっていうふうに思うので、それも一つ。もう一つはね、これね、やっぱり25年ぐらい差があるんですよ。あの世代が、そう、年が離れて全然違うっていう、はい、だからいわゆる親ブロックなんか言ってるように、親が増えてきた時の企業と人気企業と今みんなが受けようとする企業って全然違うんですよ、うん、だから親さんと、まあ親の意見も聞いてもいいんだけど、あんまり参考にならない。それで3つ目、これ大事なんですけど、できるだけフィードバックをもらう。なるほど、うん、社会人の方に会った時とか、はい、ってことですかね。もうこれをもらっている数かどうかだと思う。うん、うん、現地の人の、はい、その現地の人って言い方あるかな、ビジネスマン、インターン先の人の、はい、シュン君のことを見てくれた人から直接、今日僕の働き方ってあるいは提案ってどうでしたかっていうのを毎回もらう、うん、でこれをして変えていくの。この3つをして、これが変身の3つの作法。なるほど。変身の3つの作法。しかも今からでもできそうですね、これは。だけど、じゃあ聞きますよ。環境変えてますかって話なんですよ。はい。環境変えてないですよ、みんな。ね。で、社会人の知り合い増やしてますか、うん、これね、増やそうとしないと増えないんですよ。うん、一人、例えば知り合いの人が何かいて紹介してもらって、一人だったら一人のモデルですよね。はい、大体どれぐらい今、うまくこういうふうに就活行きたいと思っている子が、大学4年に自分の名前のことを覚えてくれるぐらいの関係の社会人の先輩、何人ぐらいになってると思いますか。平均でですか。平均でうーん、10人とかですか。そうそうそう、はい、10人ぐらい、まあ大体あるんだけど、うちだとですね、僕の経験データだと50人を超えてくると、はい、一つの目安として、はい、50人を超えてくると、いろんなタイプの人が会ってるじゃん、はい、そうすると変身してる、その大学生の人。50人会って、
自分のしゅんくんの名前を覚えてくれるぐらい、例えばインターン先のフィードバックとか、はい、まあ、いろんなところであの講演に行ったとかセッションに出たとかあるとね、そういう関係性を築いて、ただの他人じゃないんですよ。フィードバックも一応もらっているような関係が50人いるとしたら、もうしゅんくんはしゅんくんのままじゃないんですよ、うん、絶対変化する。で確かに、でも僕も肌感で言うと多分多くの社会人の方と関わる機会があるんですけど、はい、やっぱ数こなせばこなすほど自分の考え方みたいなのが、なんていうんですかね、精査じゃないですけど、なんか洗練されていっている感じはします。するまだ成長全然してないんですけど、いえいえいこん50人あると何が起きるかっていうと、はい、シュン君にとってなんか憧れる人と、いやちょっとその人においてはなれないなって確かに分かれるんですよ、はい、50人やるとして、まあどうでしょう、5パターンぐらい変わるんですよ、はい、A、B、C、E、E の社会人モデル頭なんかできてくるわけ、はい、そしたら、あ、自分はひょっとして B タイプだなと思えば、その人を追っかけるように少しさらに聞いてみるように、だからこれが選択肢じゃないですか、はい、でも申し訳ないけど、大学に来て大学の授業を受けてるだけだと、この5パターンなんか誰も教えてくれないから、確かに、どの授業も教えてくれない、うん、だから環境を変えて外に出て知り合いを増やしていって、もうこれ意図的に増やすって、いろんな人に会う、で自分の中で50人まで目指す、4年間とか1年間10人、12、3人じゃない、はい、でやっていけばこういう感じで、一番大事なのがこれですよね、あの変身術の中で一番大事なのがフィードバック、確かにな、会うだけじゃダメですもんね、会うだけで満足したらダメなんですよね、これが社会人の知り合い100人います、はい、でっていう、いやそうなんですよ、 それを果たして人脈というかって言ったら違うんですよね、違う、これなんですよ、でフィードバックをもらって最後この返信の時に、これがね分かるかなと思うんですけど、ここがポイントで、今日の授業のポイントなんですけど、はい、言語化、ちょっと難しい部分だけど、言語化どういうことかっていうと、はい、しゅん君今日 あの提案ってこういうことよかったよ、これ言ったよって、まあ、こういう3つの改善ポイントがあったねとかやるじゃん、はい、そうしたら、はい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 、聞いていくわけ、それを自分の言葉でどういうフィードバックをもらったかを自分の肉にしなきゃ、経験しなきゃいけない、うん、これができるかできないかが結構大事で、だからこの言語化する時間をちゃんと取ってね、社会人に会ったらフィードバックをもらえたとしたら、一体あの A さんは自分にとって何を言ったんだろうっていうのを言う訓練をしてほしい、はい、鏡でもいいよ、それは今日 A 社のインターンに行って、はい、田中さんから、まあ、あの少しその、なんだろうな、仕事のパフォーマンスの生産性についてちょっとフィードバックをもらって、はい、僕はどうしてもしゅん君に関しては、仕事がなんかはかどってるかのように見えるんだけど、まだ無駄があるよみたいな、うんうん、でその無駄をなくすためにはどうしたらいいかっていうフィードバックをもらったと、はい、そうするとこのどういうステップでしゅん君が変身したかを語れたら、もうここで語れるんですよ、なるほど、この、 あの就活の時、あ、そういうことか、そうで、ここのね、いろんな学生見てるけど、言語化ができてるかできてないかで、あの内定するかしないかが分かる、まあ、そうですよね、フィードバックもらって自分自身のことを知って、それを発信できる段階まで持っていけるっていうことですもんね、うもう、しゅん君なんか確か YouTube ダイエットっていうか、旬ダイエットっていうか、すごい言語化の力が長けてる、はい、他の学生、もうそれはすごい、はい、だって、喋りなんておかしいじゃん、シーンみたいな、でも、この言語化できるっていうのを癖つけるにはすごい大事なことで、はい、誰もがで、例えば、なんだろうな、言語化できないと就活の面接に何を言うか、もう傾向が出てます、言語化できない、例えば、大学時代に何を一番頑張りましたか、あ、ごめん、ちょっと質問かよ、はい、これまでの人生で苦労した経験って何ですか、大学1年生の時の仮面浪人の経験です、ああ、ちょっと面白そう、どういう浪人、大学に、金沢大学に通いながら東京の大学に来たかったんですよね、はい、なので、うん、大学に通いながらバイトで受験料を貯めてもう一度受験勉強をしてました、で、頑張って受かったね、落ちました金沢大学受かったね、金沢大学はもともと受かってて、あ、そうか、そうか、そういうことか、東京の早稲田大学に行きたくて、で、落ちちゃったんですよね、チーンってやつ、はい、で、それをきっかけに YouTube 始めました、モニターじゃなくてカットでそれはいいんですけど、はい、あ、じゃあ戻ると、はい、ちょっと今シュー君のその罠にハマってるんだけど、はい、
人生で一番苦労したことは何ですかっていうと、大半の人はですよ、これから働こうとするね、シチュエーション、あの就活を目指すときに、はい、大学受験の失敗を話すんです。確かに、いやあるあるだなーってか、これがあるんですよ、はい、でなんでかって一番頑張ったのは確かに、はい、いいんだけど、それはさ、じゃあ人事の視点になってみて、あ、そうか、しゅんくんはなんかあの早稲田大学入ろうとして金沢大学だったんだ、はい、でも頑張ったんだねで、確かになっちゃう。だからここの言語化を繰り返しやっとくと、もう少し違うエピソードが出てくるんじゃないかなってことなんです、うん、まあ、今人生で一番苦労したって言うから、まあ一番頑張るのは今日本のあれだとライブル圏だから、まあそういう答えが出やすいんだけど、何でも一緒で、この言語化をしてないとインターンに行っても行きっぱなし、うん、これダメなんです。インターンに行くことはどういう意味があるかっていうと、フィードバックをもらってその経験を自分の中に溜めて、それをこう吐き出せるするためにインターンに行く、うん、なるほど。もうこれが極めて重要。そうですね、社会人って感じ。確かに社会人の人と会って自分がどういう人なのかっていうところと、どういう変化をしたのかっていうのを話せる状態にするっていうのがゴール。それがもう一番大事。なるほど、そこですね。なんか質問ありますか？そうですね、具体的に結論言うと、大学1年生が、はい、大学1、2年生が就活をしようと思った時にやることとしては、はい、うん、社会人の人にまず会ったりとか、そうだね、まあ、自分から足を動かすってことをして、はい、そこからフィードバックをもらって、はい、言語化、まあ、日記でもいいですし、はい、何か書き留めて発信できるようにするっていうことができることっていう、はい、そうです。あ、でその俊君がこの俊君だったのがどういう変化をしてきたかってことを自分で分かる、うん、こういうふうにさ、パワーアップするわけです。先生、絵下手くそですね。技術が2なんです。だけどこれが変身なんですね。なるほど。そう。だから大学の間にみんなはすごい成長するから、はい、ただしそこにこうずっと加えてても誰も成長しません。だから自分で移動して、はい、でこういう経験を積んでほしいなと思います。わかりました。確かに授業だけ受けるっていうのではなくて、はい、一歩外に出てやる。そうです。で忘れちゃいけないのが、授業と外の学びは行き来できるよってことだ。そうそう。で外に行きっぱなしで帰ってこないんじゃなくて。確かにな。本当そうですね。そう。それをやってったら1、2年生の間は大学はまず一つでも楽しくなる。すごい楽しくなる。どうしてですか？だって大学で授業来てるだけだったら、なんで学んでるんだろうって思う。ああ、なるほどなるほど。だけど社会につながってて、例えば、経営の方に入ってて、なんか数字が読めなかったら、あ、数字読もうと思うじゃん、はい、そしたらそういう授業取ろうと思うじゃん。確かに。社長の人が、なんか上司の人がちょっとさ、文学作品でさ、たまに雑談するとするじゃん、はい、その時に一言言えたらよかったと思うじゃん、はい、そしたら文学の授業だって意味があるわけですよ、はい、天文学だって雑談になるわけだし、確かに。そうやってなんか大学の授業って外とつながってるんだよっていうのを分かった人はめちゃくちゃ伸びる。アウトプットの場を設けることによって、そのインプットもより身のあるものになるっていう。そうです、まさにそう思う。そういうことなんですね。ということです。いや、めちゃくちゃ分かりやすかったし、刺さりました。ありがとう、はい、めちゃくちゃ価値のある授業ですね。大事な就活の一つ、大事なんです。ということで皆さん、何ですかね、こういう授業の内容が一冊の本にまとまっているということで。そうです。でね、今日はですね、ちょっと宿題を出しますよ。はい、こちらが就活の取説って。はい、就活の取説読むとね、今みたいな話、この話が分かりやすく書いてある。例えばエントリーシートの過去問とか載っけちゃってるから、はい、どうやって書いたりとか載っけてあるから、それはぜひ読んでください。でも大学の学びを豊かにするには変身する方法はこっちなんですよ。じゃじゃん、なんと2冊目はこれが大学の取説って、これ姉妹なんですよ、はい、こっちが3姉妹なんですよ。今日も来たんです。大学受験と次回の動画で、大学と就活になってですね、はい、これが。今日は長い間授業をしていただいてありがとうございました、中先生。とんでもないです。頑張ってくださいね。はい、ということで今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。